弁解大使の真央です。アサリの坂っていうか、ここまでの方はもうほぼ石狩とか平年ぐらいまでの時代です。どうですかこの景色。強くて、うわ、小樽水族館まで行くが時間半とかかって、もう行った時に50分ぐらいやっぱ着くの遅かったですね。でも多分逆に帰りは多分3時間台ぐらいで